こんにちは。日本学術書道会の田村貴蘭です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を廃止に筆で書いています。今日の言葉は看座して有効を聞くです。心を静め、静かに座って幽玄な香の香りを聞く様です。よく知られている類語に看座して小風を聞くという句がありますが、表現しようとするところは同じです。香の香りとそれに包まれている自己とが一体となった人境一致の境地に遊び、ゆったりと静寂の中にある姿を表します。今から看座して有効を聞くを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。